なぜ高音習得が難しいのか、音大に行っても専門学校に行っても卒業するまでにかなりのお金がかかると思いますが、それでも高音が出ない人、まあ歌がうまく歌えない人っていうのは、1個は練習方法が間違ってる、2個目練習量が少ない、もうこれしかないと思うんですよね、声帯が健康であったらね。ってことは、多分まあ音大とか専門学校に行くっていうこととか、まあボイトレ習ってる人っていうのは時間をかけてると思うんですよ。少なくとも全く練習しないってことはないと思う。ってことは練習方法が間違ってる。なんでこれ先生に習ってたとしても真逆の、僕から見るとですけど、真逆の方法をやっちゃってるよねみたいなこともあったりします。なぜかっていうと、自分が上手くなった方法、かこの方法を試してとある生徒さんが良くなった方法が正しいと思ってしまうからなんですね。でもそんなことはなくて、自分に必要な練習を見抜くってことはすごく難しくて、高音がずっと出ない理由っていうのは、凝り固まってしまった自分の発声の概念というか、発声の癖ですね、癖のままやりくりいろいろしようとしてしまうので、どうしても出なかったりするんですよね。そもそもその本質の部分は何なのか、まあ、締まりすぎているのか、上げすぎちゃっているのか、体が逆にグーって入れすぎているのか、入れなさすぎているのか、全部地声でいこうとしてしまっているのか、それとも地声をそもそも裏声で歌ってしまっているのかみたいなのを見抜く。しかもそれが半音ごとに違うし、母音ごと、子音ごとにも違うっていうのが難しいんですね。だから難しい。でも逆に言うと、自分の本質の理由を、ちゃんと納得して、あ、これだ、これだっていうのが見つかった時には、絶対に一回のレッスンでも、あ、これだったら伸びる。これだったら自分の求める高音、ミックスボイス、芯のある強く伸びやかな声で高い音を歌えるなっていう感覚があるはずなんですよ。それが見つけられないとすると、多分その先通っても通ってもあんまり意味ないと思いますので、ですね。だから本質の理由を見抜くのが難しいからです。本質の理由を見抜くのが難しいのは、自分の経験やこの方法を教えて生徒さんが良くなったってことを正しいと思ってしまうからです。そうではなくて、一人一人、半音ごと、音域ごと、子音ごとに、違いますので、この方、しっかりとそれを一つ一つ、ほんとろくろの、作業のように丁寧に向き合っていくってことが重要です。